ありがとうございます。ありがとうございます。いただき物です。なんかまたたくさん届きました。はい、じゃあ端からね、うん、これ真ん中にあるから、これ真ん中にしようかな。これ洗濯物をバッグごと洗える旅行出張にもというこういうやつですね。これに詰めてゴロ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 って洗っちゃう、うん、きっとなんか脱いだら入れて脱いだら入れてってやって、はいはい、旅行先とかでも主婦大喜び。そしてこれは梱包用のテープ、うん、ちょっと脈絡ない感じになってる、紹介が順番おかしいですけど、これは、お線香、お香って書いてあった。うん、なんかちょっといい香りがします。よかった。そしてこれは、あ、それは何だろう、メモ用紙っぽいんだ。サンハーブサシェ、グリーングラスの香り、サシェだ。やっぱり香りがするやつ、香りのやつだね。あのサシェだから、あのお、タンスとかに入れとくといい香りになるよって、はいはいはい、なんかこれもそうだね。香りのなんかこう爽やかな香りしてきています。そしてこれはエコバッグです ね、 エコバッグですね。これの中に入れてくれていました。 そうそうそう。そしてダブ、ダブって何、何だっけ。あ、ボディーソープ。あ、そういうこと、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてこれマスクだね。そうなの、不織布のマスク。今こちらもね、これも、はい、ありがとうございます。不織布警察来たらこれをつけます。そうだね、お母さんこれ使ってるしね。そうだね、うん、不織布はさ、あと使い捨てだからね。そうなんだよね、いっぱいあってもそうね、なくなっちゃうからね、うん、はい。そしてラップにかけるペン、それいいんだよね。あのサランラップを巻いておにぎりに顔をつけたりとか、はいはい、あ、そういうことね。そうそう、あ、お遊び。そう、あとはほらなんかそのラップの中身を書いとくとか、うん、そういう風に使ってる。なるほど。そしてお母さんがね、なんか懐かしいね、この3色の、うん、懐かしい、歯磨き、ホワイトニングケア、ありがとうございます。ありがとうございます。ホワイトニングちょっとね気になっていたんだ、うんうん、そしてハムちゃんだね。ハムスター、かわいい。これもガチャガチャの中身っていうことだね。そうだね。そして同じようにこれウニュウニュの、なんなのこれ、猫ではない、猫かな、猫だと思うよ。にゃんこちゃんです。ふにゃふにゃの猫です。ほら、むにゃむにゃんこって書いてあるもん。そうなんだそうです。これはね、むにゅーって伸び、あ、伸びる伸びる、はい、今まだビニールに入ってます。もっと伸びるってことね、うん、そう。そしてこれこそはメモだよね。そうだ ね、付箋だね、はい、はい、これも付箋でしょう。そしてこれもなんか香りなんだって。うん、なんか出して置いておくといい香りがするって、うん、多分まだ開けてないから開けるとまた香りがするんじゃない、はいはいはい、ね、これ何、どっかにペタッと貼る感じなのか。え、ちょっと開けてみる。花の押し花フレグランスって書いてあるよ。ジューシーな甘さの、それあくまでこっちをフローラやっとくね。これは紅風紀、これお茶、缶、天茶、天茶って読む、天茶、ペパーミント、ペパーミント、要はクロケンアレルギーちょっと最近やばそうっていうことで、これがいいよっていうことだそうです。ありがとうございます。そしてこれはグミ、グミ、あ、グミ、うん、違う、グミ、チョコ、マシュマロ、マシュマロ、マシュマロだ、はい、喉にマシュマロ、マシュマロっていう成分がいいというそうですね。チョコマシュマロ、はい、ほうほう。これね、あの蓋を取って、ちょっとこれ、あの入ってた時にこうやって置いてあったから、しばらくこれを取ってね、うん、あ、なんだこれ、で平たいところに置いとき、あの匂いがゼリーみたいな、そうそう、のなんかジェルみたいなやつで、この状態だと香りがするらしい。はいはいはい、石鹸っぽい匂いがする。あ、本当だ、いい匂い。はいはい、こうナチュラルな匂いいいよね。フルーティーフローラルの香り。これはマグネットか、マグネットとかペッて貼るやつね。って貼って、月曜から日曜日までのなんか用事とかを書くやつね。多分冷蔵庫とかに貼る、あ、冷蔵庫って書いてある、通常冷蔵庫だね、ドアにビタって貼って、ピントが合わなくなってる。お、なんでだ、ちょっと平らなとこに置いとこう、ね、怖いからね、はい。そして、猫グッズっぽいものを、いただきました。にゃんコーヒー、にゃんコーヒー、なんか
あのにゃんこの2月は猫の日なので、はい、猫の日セットみたいだよ。はいはい、うん、これはクッキー、猫クッキーですね。あ、なんかお財布みたいな、ポーチみたいな。あはは、こうあった、開けられ、カルディのセットみたいなね、はいはい、猫の日のカルディの、うん、なんかさ、カルディってもう全てのイベントに何かグッズを作ってくるよね。うん、はい、はい、ありがとうございます。かわいいね、うん、これとこっちも、これもお財布ぐらいの大きさのポーチ、はい、ということでした。かわいいです。どうもありがとうございます。ありがとうございます。たくさん引きでお見せします。うちのにゃんこはどこ行っちゃったんだ。うちのにゃんこはそこと、あとあそこ窓のところの、はいはい、どうもありがとうございます。今日は寝てます。